はい、どうもこんにちは、平塚 YouTuber 新です。今回はですね、平塚市役所にやってまいりました。今日はですね、災害対策課の平松さんに、お話を聞いていこうと思います。なんでこの撮影がその、実現しているかといいますとですね、平松さんはYouTube チャンネルの、防災平塚を運営されておりまして、その関係で前からちょっと縁があって、今回お話しいただいて撮影しております。今日はいろいろ、インタビューしていこうと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。簡単に自己紹介をお願いできますか。はい、平塚市の災害対策課の訓練担当というところで仕事をしています平松と言います。はい、普段はですね、訓練担当ということで、地域で平塚市の地域であったりとか、企業様であったりですとか、そういったところに回ってですね、防災訓練だったりとか、防災講話、またそういった防災の教室とか研修とか、そういったことを行っています。はい、あとは、平塚市役所の内部の、防災訓練とか、そういったところを、担当しております。はい、ありがとうございます。でなんか防災訓練とかあると必ず登場するというか感じですね。そうですね、いろいろな地域のイベントであったりとか、はい、市のイベントだったりとか、そういったところに、登場させていただいております。はい、ありがとうございます。ちょっと早速 YouTube のお話をしようかなと思うんですけれども、はい、防災平塚のチャンネル、結構その市役所が運営しているチャンネルの中でも結構その YouTuber っぽいなというか、編集も結構面白かったりしていて、結構硬くない感じを受けるんですけども、この防災平塚チャンネルをやろうと思ったきっかけとか教えていただけますか。はい、防災平塚チャンネルを、やるきっかけとなったのはやはりコロナウイルスの関係です。普段防災訓練等に、毎週末であったりとか平日とか行ってるんですけど、そういった訓練とか研修っていうのがやはり人を集めた形で行うことが難しくなってしまった、その中でどのように、その防災を広めていくか、訓練研修をしていくかっていうのを考えた時に、YouTube に、チャレンジしてみようかなというところで、こちらの企画の方を考えました。市役所で YouTube チャンネルを始めるってなると結構、その市の硬いところであったり、結構その企画書とかが何枚もあってやっとチャンネル立ち上がるという感じなんですかね。そうですね、最初に動画を上げるにあたってのルール作りであったりですとか、毎回その企画書、というのを作成して、で実際にその動画を作ったら、上司の方にチェックをしてもらって、でそれで OK が出たら、配信するというような、そういったこう工程を、取っています。チャンネルやるで何人目標とかありますか。どういったことも目標にしてっていうところあります。そうですね、綺麗な話で言うと、できるだけ、多くの方、もちろん平塚市の方を中心に、見ていただきたいっていうのもあるんですけど、それ以外の平塚市以外の方でも、見て勉強になるコンテンツを配信していきたいと思っているので、希望を言うのであれば、日本全国に、防災の知識が普及できるようなそんなチャンネルに、なればいいなということを、目標にしています。ただ現実的なところで言うと、ライバルとしているのは、市の公式チャンネルが、あるんですけど、広報の方がやっているチャンネルがあるんですけど、そこのチャンネル登録者数が、1000人以上いるので、そこをまずはちょっと目標にしていきたいなというふうにあります。はい、僕もそれのお助けができればと思います。概要欄にね、防災平塚のチャンネルもちろん貼っておきますので、皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また YouTube の話になるんですけども、防災平塚チャンネルネタはどうやって考えているんですか。ネタは防災というところで、例えば地震だったりとか台風とか土砂災害、津波とかいろいろコンテンツはたくさんあるんですけど、防災っていうネタは堅苦しいですし、あまりいい言い方ではないんですけど、面白くないんですよね。ネタはたくさんあるんですけど面白くないでも面白くないっていうのはすごく不謹慎な言い方なんですけど、どうしてもその真面目に取り組もうとすると内容が硬くて取り組みにくいというところが一つ課題であると思っていて、防災平塚チャンネルでは、コンセプトとして、楽しく簡単にというのをコンセプトにしていて、少しポップな感じだったりとか、あとはできるだけ時間を短く、して視聴者の方に見やすく、できるだけその難しいテーマなんですけど、それを楽しく簡単に学んでいただけたらなというのを
モットーにやっております。ちなみに前職は何を受けられていたんですか？私は、ここには災害対策課市役所の部署なんですけど、もともとは消防の職員です、はい、ただ、今消防から出向という形でこの災害対策課に来ています、はい、その理由となったきっかけというのが、東日本大震災なんですけど、その時私は緊急消防援助隊という形で、はい、宮城県の、仙台港付近のところにですね、救助活動の方に行ってきまして、そこで見た光景というのがあまりに悲惨な光景でした。結果として生存者を救出することができなかったということがありました、その経験をいかに平塚市でそういったことが起きないようにするには、これは未然に防ぐ部署のところで、私がした経験であったりとか、防災についてその災害の被害を未然に防ぐための活動がしたいというふうに決意をしまして、今こちらの市役所の災害対策課の方を希望させてもらって、その希望が通って今ここで勤務している形です。はい、YouTube チャンネルもやられてますけども、他にその一日のルーティンというか流れを教えていただけますか？大きくその日に訓練が入ってるか入ってないか、研修が入ってるか入ってないかによって日程が変わるのですが、訓練が入ってれば一日中それこそ、地域の自治会さんと一緒に訓練をしたりですとか、企業の方に行って防災の研修の方の、防災講話であったりとか、そういったことをやらせてもらったりですとか、一日中外出てる時もありますし、そういった外に出ることがなければ、こちらの事務所でですね、訓練の企画を考えたりしています。災害が起きる可能性が出てきた時は、招集がかかりまして、早い段階から、市役所で待機して、気象情報だったりとかライフラインの情報、電気とかガスとか、鉄道とか、そういった情報とかを、調べて、そこに、トラブルとかが起きたら、その対策を考えていくですとか、大体台風とかが起きる、もしくは起きているときは市役所にいらっしゃるということで。そうですね、大体そのもう本当に直撃間近とか、ある程度接近してきている段階では全員基本的になります。ただ、来るだいぶ前から、全員ではないですけど少しずつ出てきて、ローテーションといいますか、メンバーが決まっていて、その災害のレベルに応じて党の人を増やしていくというか、そんな形をとっています。はい、学校とかにも防災訓練行くんですかね。はい、学校の防災訓練で消火器の方でテストというか、もうやりますかね。学校の防災訓練で一番人気は新車っていう地震体験車、あれが一番人気です。そうですね、やっぱりあれをやると子どもさんたちすごく盛り上がります。で、訓練の時は楽しんでもらっていいんですけど、起震車の役割としては、地震が起きた時にどのように身を守るかというところで、実際にその起震車の中には、机が置いてあったりとか、その机の上には料理が載ってたりとか、ガスコンロがあったりとか、そういったいろんなものがあって、まず自分の身を守る練習をして、でその自分の身が守れて揺れが収まったら、ガスの元栓切ったりとか電気のブレーカー切ったりとか、そうやって避難するんだよとかっていうような、だそれも楽しみながら、だから防災を学んでいただくような、不審者が一番人気で、この消火器の訓練も、人気です。うちが持っているのは水消火器、水が出る消火器があるんですけど、粉じゃなくて、粉でやってしまうと片付けとかもすごく大変ですし、水で的を狙って、消火の練習をするっていうような、そういう消火訓練、その平塚市は大体水なんですかね。他の市の状況がわからないんですけど、僕の地元だと結構、全部粉で、10年前とかですね。うちは基本的に粉ではやらずに水でやってます、ね。不審者、車は平塚市にも結構何台かあって、いえ、1台で、うちの市が持ってる1台で基本的には回しています。なので予約をとにかく早めに取っていただかないと人気なので、やりたい運転できるかどうかっていうのはちょっと難しくなってしまうので、寄進者に乗りたいときは、早めに予約をしてもらうっていうようなことをお勧めしています。寄進者は会社とかにも来るんですか？
会社にも、はい、行ってます、はい、あ、まあ、訓練のその要項で、はい、今参加者が20名以上っていうのがあるんですけど、 あとはまあその敷地内に不審者が止められるか、あの路駐して行うわけにはいかないので、あの敷地で行えるところがあれば、はい、伺うことができます、ね、はい、そうですね、震度7まで一応体験できます、はいはい、ありがとうございます。ちなみに、平塚市内で消防士になろうと考えている方に向けてというか、消防士ってどういう仕事をしているのというところで、はい、一般的なところで教えていただけますか。はい、まあ、一般的なところで言うと、消防の現場部隊の話で言いますと、うん、まずは、まあ、大きく、まあ、火を消す、うん、消防隊と、まあ、人命を救助しに行く、救助隊、うん、あとは救急車で、まあ、急病人だったりとか、怪我人を搬送する救急隊と、まあ、消防車、レスキューの車、救急車という形で3つの、大きな部隊、あとはまあそこに関わってくるところとしては119番センターとか、あの119番の電話を受けて、まあ、部隊を出動させるというような、そういったところが主にその現場の部隊として、まあ、皆さんがよく知っているところかなと思います。はい、消防士になりたい方へのメッセージですか。まあ、メッセージというのは、まあ、ちょっと難しいところもあるんですけど、まあ、人のためになる、仕事なので、すごく大変な仕事ではあるんですけど、やりがいのある仕事なので、人命救助だったりとか、そういったことに対して真面目に取り組める方だったら、ぜひ目指していただきたいですし、一緒に仕事をしたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと話はするんですけど、はい、市役所の方は大体どこでお昼ご飯を食べることが多いですか。あ、僕はあの自分でおにぎり作ってる人なので、あんまり詳しく知らないんですけど、はい、みんな大体弁当を、注文してる人が多くて、まあ、中にはあの近くのこの辺の店だったりとか、ね、あとは駅だったりとかまで、まあ、行って食べてる人も。昼休みで1時間ですよ、はいはい、行って、はい、食べて帰ってきて。そうですね、その散歩がてらじゃないですけど、毎日行ってる人もいるのかな、多分そういう方もいますね、はい、ちなみに平松さんの土日お休み、お休みですか。あ、土日は休み。土日のルーティーンの方教えてください。訓練とかその研修、はい、あの防災の研修とかそういうのが入ってなければ、うん、大体毎日朝5時には起きるんですけど、はい、まあ、走りに行ったりとか、走りに行くときは大体あの茅ヶ崎のサザンビーチとかあの辺まで行って、自転車のときは大体鎌倉の由比ヶ浜あたりまで、はい、行ったりとか、ここから行ったりとかサーフィンをしたりとか、趣味で空手をやっていたりする、それの練習をしたりとか、そんなことを早朝にしております。好きな YouTube チャンネルとかも教えていただけますか。それももちろん平塚 YouTuber しやすさん。それは、私でそういう別で僕以外で教えてた。はい、やっぱりあの新さん以外で言いますと、はい、まあ、新さんが一番なんですけど、それ以外のところで言いますと、やっぱりあのサーフィンが好きなんで、はい、まあ、サーフィン関係のチャンネルとか、もう今一緒に YouTube の制作をしているもう一人、はい、あのメンバーがいるんですけど、はい、まあ、そのメンバーから教えてもらった MC バブルっていうラップ、はい、ラップもすごい見てますし、あとは格闘技好きなんで、まあ、格闘技系のチャンネル登録してますね、主に、はい、地元が私は八王子っていうので、これから平塚住んでどれぐらいですか。あ、14年目です。あ、はい、めちゃめちゃ長い。私は八王子と比較することはできるんですけど、僕はその八王子に出身なんですけど、はいはい、八王子から真っ直線で来れる海がある市が平塚なんですね。あ、真下、真南に来ると平塚に住んでるのは、もともとその学生の時ライフセーバーをやっていて、はい、ライフセーバーのライセンス取ったのが、まあ、平塚のビーチで、で先輩の人で平塚の消防で働いてる人がいたっていうのもあって、まあ、ここに来たんですけど、平塚市は住みやすいですね。そうですね、はい、気候がまずいいです。八王子はとにかく冬寒くて夏暑いんですけど、平塚は冬は暖かくて夏も涼しい。八王子で一世大丈夫。八王子はでもあの四季折々のね、綺麗な
やっぱ高尾山がありまして、はい、高尾山も毎日走って登ったりしてたんですけど、景色も綺麗だし、魅力はたくさんあるんですけど、海好きとしては平塚への愛の方が強くなってしまってですね、はい、もう今平塚に魅了されているんですが、平塚 YouTuber と防災平塚 YouTuber ということで、これからもちょっと平塚の魅力を、はい、ぜひ発信できたら、はい、発信できたらなというところで、はい、本当このコラボができる自体がすごい楽しかった、楽しみといいますか、あのなかなかこういうことってできないので、審査の活動であったりとか、まあ、そういったところが、はい、あの実績があってこそできるところだと思うので、なかなか市役所で、ね、YouTuber の方と連携するっていうのもすごい難しいところだったりするので、ね、はい、というわけで今回は平塚市の災害対策課の平松さんに一緒にお話しさせていただきました。防災平塚チャンネルも、先ほども言いましたけど、下に貼っておくのでぜひチャンネル登録とチェックよろしくお願いいたします。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。